質問です。障害を持って生まれる子どもに精神性の課題はありますか？また不慮の事故や犯罪被害に遭う人、冤罪の被害に遭う人の精神性の課題はありますか？はい。幸運や不運も自分の深層心理の選択したものですか？はい、っていうことになりますね。これはまあ精神分析の考え方だから一般人が受け入れるかどうかは知らんけれども、精神分析法の考え方の中ではそういう考え方がベースになってますね。で、障害の子はね、それはもろあります。で、この場合もろあるっていうのは、一番手がね、親の精神性だからっていうことですね。親が精神的にストレスがめっちゃ多いみたいな状態だったら、なんか子供に影響が出るんじゃないぐらいは素人でも考えるじゃん。それは非常にでかいんですよ。でね、それがやっぱり障害とかの発生にね、すごく影響します。医学的な統計というか論文とかそっから言ってるんではありません。過去の経験とかこれまでの人間の歴史とかそういうところから喋っていると。で、私自身が何千件も精神分析やってるから、その経験も込みにして言ってると思ってもらった方がいいと思います。でね、子供っていうのは、お腹にいる子供よ、お腹にいる子供っていうのは親のね、精神性を実はちゃんと感じ取ってるということをやっぱ認識しなきゃいけないね。親が喜んでるとき腹蹴るとかさ、動いてるとかぐらいはさ、母親でも感じることがあるわけよ。あれは初歩の段階なの。他はもっといっぱい伝わってるんですよ。当たり前じゃんみたいな感じなんだけど、そうするとね、子供っていうのはその状況に適応するために自分の体を作り変えるわけですよ。で、なんていうかな、よく言うとね、自分が、子供がね、親と同じ状況を自分で作ろうとする。これ専門用語では苦痛の共有って言いますが、そういうような状況になって自分がわざと苦しいとか不都合だとかっていう状態を作ろうとするということが多いですね。っていうことがありますので、精神性の課題はあるっていうことになります。で、あと不慮の事故なんたらかんたらいろいろこれ書いてますけれども、これもあるっていうふうにだいたい捉えますね。で、精神分析では全部捉えるっていう感じなんだけれども、冤罪っていう言葉自体がね、本当はダメ、冤罪じゃねえんだよみたいな、やっぱね、自分でどっかね、その状況を作り出してるっていうところから解釈していかなきゃいけないんだけど、とにかくね、自分は悪くない、周りのやつが悪くて全部なんかやられてるっていう思想しかないわけ。被害者意識の究極版っていうのがその冤罪だったりなんだりとかするわけですよ。やっぱね、いじめられたりするのも全部そうなんだけど、なんかその状況を作ってるってところから入んなきゃいけなくて、その自覚ができればね、そういうふうなことが、そういう冤罪でも何でもいい、そういう類のことが起こることは激減します。女性がね、男になんかやられそうになるみたいな話とか、私そういう人をたくさん見てきたんですけども、そういう人たちって例外なくダメンゾーカーだったり、親に問題があって、なんで容赦すんのよ。特徴はいくつかボタン別で分かれるんですけど、そういうのがあるんですね。で、それに対しての認識ができてないまま、要するに性犯罪まがいのことをするやつがおるとするじゃん。したらその男の方っていうのは、そいつはそいつでまた根深い問題を抱えてて、犯罪っちゃ犯罪なんだけど、そいつを引き寄せる要素があるのよ。その引き寄せる要素を自分で見つけない限りは、また似たようなことを繰り返したり、ダメ増加みたいなことやったり、何でもかんでもするんですよ。でもとりあえず被害者でいられると自分が楽なわけ。私悪くないもんっていうふうに思いたいから、同じことを繰り返して人生を不幸にどん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 転げ落ちていくのに、被害者面をしてなんか良くなった気になってる。そんな人生別に送りたくねえじゃんっていうことを見るために精神分析なりとか、そういうプロファイリングみたいなこととかやるわけなんですけど、それはね、辛いんですね。いや、私が悪いなんて微塵もあるわけがない、私は天才なんだからってこの底で思ってるんですよ、みんなね。っていうことやから、そういう発想っていうのから違う発想を持てない限りは、同じ問題は繰り返されると思いますよっていうことを精神分析は教えてることになりますね。